ややっぱ右左中っすね、逆ハサミで。いやもう絶対もうその未来しか見えない。で初武装入りましたよ。素晴らしい、やりました。ということで80ゲーム消化し終わりました。はい、まあ、ここからですから、まあ、最も大事なポイントですよね。お、6択だ。さあ本日初、あーなるほどなるほど。どんな具合ですか。結構まばらな感じですね。偏ってはいないですね。知ってる感じですか。はい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 、はい、一番むずいやつですね。なるほどなるほど。右左中。お、ダメでした。まあまあ六択なんで。はい、切り替えていきます。切り替えましょう。お、12.5%。はい。え、またワンチャンある。マジでしょ。 25% か 50%。 あ、ちょっと 25% は無理だな。いや、やっぱりダメか。まあ、ここの25はもう嘘なんで。お、6択だな。よし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 、いいでしょ。さっきが純ハサミ、いや、もう一度同じでいい気がするな。右左中。あ、いいんじゃないですか。うん、ダメ。中、右左。なるほど。いや、だいぶ散ってますね、確かに。かなり散ってるんですよね。第一停止すら被らない。お、またしても6択の引きがすごい。素晴らしい。いや、今度、いや、なんかまた同じの引きたくなっちゃうな、これ。いや、僕もそれはすごいいい読みだと思いますよ。第一停止が左中ってずれてきてますから。そうなんですよね、はい、もうこの流れでいくと、はい、やっぱ右左中っすね、逆ハサミで。いやもう絶対もうそろう未来しか見えない。いや揃わない。あ、戻ってますね、純ハサミに戻ってますね。ああもう裏腹ですね、完全に難しい。いや俺もドヤ顔で言った手前恥ずかしいですよ。また来た、すごい低い、すげえ低い。もうシンプルに当たんないとダメでしょ、ここは。難しいな。いやもうちょっと偏ってきてるな。もう右ファーストがない気がしてきてるけど、まあ、こういう時に限ってっていうのも、いやもうここまで来たらちょっと統一しますわ。初子貫徹でいきますか、はい、よっ。中押し、あ、いやもったいな、終わっちゃいました。いや人間に今の流れを当てるのは無理だと思いますよ。いやこれもったいないですね、こんな6択来ないですもん。、はい、218枚で、通常背景でした。なるほど、特に差はなかったですね。まあ、とはいえ全然打てる状況ですよ。そうですね、とはいえですね、はい、本当に。いや今の6択の引きにはディレクターもにっこりのはずですよ。あ、取れたか、あるあるって。いやそうですね。さすがに持ち球でなんとかしたいな。ちなみに僕は間もなく1000ゲーム回すんですけど、はい、まあ、ビッグがゼロっていつも通りの僕でした。はい、どうぞ。バイト頼んできたんですけど、電話来たんで。はい、おめでとうございます。いや、うん、そりゃそうだと思うわ。頑張って。はい、職場から電話来ちゃったんですか。バイトサボってきたら電話来ましたって。いや、そりゃそうだろ。伊藤さん、まずい状況が続いております。まもなく投資が2万円なんですが、はい、今ハエにたかられたんですよ。はいはいはい、僕あの負けるとき大体虫が寄ってくるんですよ。え、それはもう刺繍が漂ってるっていうことなんですか。これ本当不思議と、あのなぜかホール内で虫にたかられることがあって、その時はだいたい5万クラスの負けを記録することが多いんで、かなり良くない前兆来ちゃってるじゃないですか。かなり良くない本前兆かもしれないやつ出ちゃいましたね今。
ちなみに僕も言いにくいんですけど、はい、3枚目突入がもう確定してますね。なるほど、はい、まあでもお互い逆境からの大逆転っていうのがやっぱ一番花がある勝ち方だと思うんで、まあ、そうですね、はい、やっぱ動画的にもそっちの方がいいと思うんで、まあ、多分今シャープ1シャープ2あたりは何もない可能性がありますがただ運がいいのがシャープ1が僕がすぐ当たったやつ、はい、でシャープ2がさっきのゆとりさんの AT ということで、はい、一応散ってますから見せ場が。なるほど、はい、あとはもう出すだけですね。3枚目参ります。はい、もう僕もすでに3枚目なんで。なるほど大丈夫ですまあ大丈夫か大丈夫じゃないかと言ったら大丈夫ではなくなってきますね。まあなんとかしましょう。ただ一応朗報というも言うべき事実が一つあります。はい、あと260ゲームで天井ですなるほど、天井は AT 確定ですか。天井 AT 確定です。なるほどなるほど。そしてもうずっと懐いてるハエがこれから去らないんですよ手なずけちゃってるんですね。完全にもう今肩に止まってますからよく主人公がここになんか鳥をこう乗せているアニメとかあありがちですね。僕はハエを乗せる主人公ですかなりダークサイドなお前いつまでいるんだよおいやばいな、強前兆入ってるな。ちょっと一旦ハエを追っ払うところから始めた方がいいかもしれないですねそして見せ場を作らないと、はい、多分今の会話すら使われてしまうんで嵐って生えたかるらしいぜっていうのが一部の視聴者さんにバレてしまうっていう。そうですね、あまり良くないですね。あまり良くないもうしかも今後ちょっとでもハマってるとああ生えたかってんのかなって思われちゃうんですよ、ね、そうなんですよ、あいつの周り生え来るからやめようぜってなったら困るんでおナイス、340ゲーム2万6000円投資で一気掛けチャレンジ、まあ、ここで当てれば問題ないわけですか。そういうことですよね、はい、また来た、もうまた俺の顔にチューして帰ってきやがったあいついやパネルがいいな。マジですか、今日結構パネルがいいなって言ってる気がするんですけど。いやすごい毎回パネルいいイメージありますよ。そうですよね、今度こそ生かす。うん、まあ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 しょうがない、これは真ん中引かないと終わり、真ん中引かないと終わり、ああいったの、これレア役かな。オッケーオッケー、おお素晴らしい、3分の23分の2でいいんだから、いいね、あ素晴らしい。正直どれでもいいけどできれば真ん中来た。いやでもこれはもう大丈夫ですね、メゴ姫なんで、はい、問題ないと思います。おい、うん、左、うん、勘弁して俺に宝物、ちょかなりまずいことに、あしかもここで追加投資、嫌な前兆がそちらにも、もう気づけば残り1ゲームですねこれ外したらちょっとヤバすぎるぞ。うわっ、なんとか引いたけど、うわマジかこれ、え1ゲーム遅いえこれってなんとかなんないんですかね。なんとかうわならない、うわなんとかな、今の一番ひどいですね。次ゲームにレア行くってことですか。チャンス目引きました。なるほど今のひどいな、ちょっと俺の負のオーラが無線通してそっちにも行ってるじゃないですかいますよねカメラマンさんが強くうなずいてるんで帰れ、もう自然に帰ってくれ。おどうだ、オッケー、おー、いや今回も早かったですね、今日チェリーから48ゲームですね。いやだから大の挙動はいいんですよ。ちなみに投資はもう2万8000円です。あパネルがいいパネルがいいしか聞いてないそうですよね、
なんかこんなにいいイメージないんですけどね。でついにあの僕だけじゃなくてお隣の方にもちょっかい出し始めましたね普段のハエが。右右ダーナイス。あーオッケーオッケー継続。よしよしよし左引いてみろ試しに。いけ引かないけどメゴ姫ですね。あーいやリベンジのチャンスもらえたと思いましょう。ここはリベンジいきますわ。いやここはもう大丈夫ですよ。 そこやれないと飛んでく可能性ありますよ。うちの門がちょ来ないようにここは頑張りたいですね。はいほい。いやこれはもらったでしょう。はいスイカドン。オッケー。おめでとうございます。いやーやりました。いや素晴らしいですよ。まあこれでチャンスゾーンなんでいやまあでも入り口に立つことが大事なんです。そうっすね、何事もここは確実に当てないといきます。おーっといきなり6択。おお中押し。なんかいい音鳴ってる気がする。分気のせい分かる。いい音鳴ってる現状ありますよねそうですね。うおチャンス目。お確か 40% なんでどうだ何パーだったんですか。いやもうそこまでいけなかったです。でも今なるほど緑カットインではあるんで。はい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 。でも厳しいかな。うわあ、チャンス見引いたのに。がースルーしてしまいました。いやいやいや、でも本当惜しいところまで行ったんで今。そして設定した出ないですね。まさか我々は壮大な罠に。今ハマりつつあるのでは。ちょっと踊らされてる可能性出てきちゃいましたね。出てきましたね。僕もまあこんだけ当たってなくてこんなこと言うのもなんなんですけど、はい、一応一番安定してサンプル取れるスイカは6以上なんですよ。あーなるほど。はい、もうすぐ天井の音が何言ってんだっていう話なんですけど一応 AT5 は有利区間以降後750ゲーム天井なんで、まあすぐそのゲーム数通りに出てくるんですけど、今回ボーナスもなんで、はい、ボーナス後の全長分のゲーム数が、まあ、加算されたところで天井行くみたいな感じですね。あーなるほど。あのボーナス後に全長が終わったタイミングで有利区間切れるんで。へえ。まああと60ゲームぐらいって感じで。ただ最後にもう一つ罠がありそうで怖いんですよこれボーナス引いたらおじゃんなんだよ。いやそれがやっぱ怖いとこっすよね。怖いあの A プラス系だとで、ゼーガペイン同じメーカーのお前かなりヤバい音聞こえてきましたね今。今もうセリフエンスで強チェリーっていうなんだかワクワクしてきたぜってポールが言ってるんですけどお前なんだそのワクワクやめろお前ネタフリじゃねえんだぞやめろよやめろやめろやめろやめてほんとやめてね。うわリプレイやめろよやめろって危ねえ。とりあえずレギュラーは否定しました。あーなるほど。で多分大丈夫だと思いますビッグは。あー当たってない。よかったよかった。あーよかったですね。あー気持ち悪い気持ち悪くなりました今の一瞬ですごい胃液が上がってきましたからやっぱ天井まで100ゲーム蹴ると超広角になりますからね。なりますからね。あんなに人を油断させたタイミングで強チェリー出すとは思わなかったんです。嵐さん、はい、4枚目です。大丈夫です。もはやあなたの今その報告を聞いているのは心の友なんだよ。いや良かったです。あの実は私ももう4枚目です次で6.55 期いい時代になりましたね。いやいい時代ですよ。
これだけ吸い込むってことは逆にそれだけ出るってことですから。そうなんですよね。まだ絶望してないですもん。絶望なんてもう必要ないですから。そう、必要ないですから、はい、あ、サンドもすんなり受け入れた今回は。おお、いいですね、はい、これはもう流れが来ました。完全にいい流れですね。流れ来ました。なんか自分で言っててちょっと悲しくなってきましたけどね今とんでもない会話してるなと思いましたもんさあ当たります。いや、一安心ですわ。一安心。おっと、 お互いに一安心したつたんに、こちらも素晴らしいです。さあ私が813ゲーム、はい、私が129ゲームですね。投資が33,000円、僕は31,000です。とりあえず熟成はもういいと思うんで。そうですね、はい、もう寝かせるだけ寝かせたと思うんで、あとはその熟成させた出玉をここから出していきたいと思います。行きましょう、行きましょう。どっちか。じゃあなんで僕はちょっともうダメそうです。ですね、僕はですねこのタイミングで追加投資です流れ悪いな、流れ悪いな32,000だったところで、いや十分もう台には伸ばした。あとは引き出すだけ。ポイントは無茶スタートですね。うわ、チャンス目。おお、多分 20% くらいはあるはず。はい、当ててみろ。お、当たった。やば。え、俺こいつ倒したの初めてですわ。ケイジロー。いや素晴らしいです。いや流れ来てますねこれ。流れ来ましたよ、大逆転の流れが。さあ行きましょう。はい、おい、行きます。頼むよ、ほどほど。こんな何も引かんかねラストダメでした。ダメでしたか終了画面も通常ですねデフォルト。あれあれ、流れ変わらず。流れ変わらずですか。そして私の AT も刻一刻とベルすら引けずに浪費されておりますかなりまずいですね。純増一枚もありません現状何事もないですね。おー、リードが来た。おー、行け、2段階行け。とりあえずまあ強地なんで上乗せは。ああいいですね。20ゲームでかい。さあボーナスも。よし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 、ボーナスきました。おお素晴らしい。ああ、やったー。1534ゲームぶりのピックぶりのっていうか一回も引いてないですけどねお願いします。よしよし、ビッグです。ナイスですね。いや素晴らしい。あ、青でした。いやいや、よかったっす。なんとかなんとか首の皮一枚つながりましたわ。一応ここでも設定したエース出る可能性あるんで。あ、なるほど。はい、これで無限なのを狙ってセリフなんですけど、ああここの色見とけばいいかね。紫以上が出ればって感じです。終わっちゃうな。終了画面も通常ですね。残り33ゲーム。一応平八無双の煽りは来てます。いやもう特化ゾーンさえ入っちゃえばですからね。いや本当そうですよ。あら、おいちょ、ある、スタバネフラッシュしました。あります。平八無双入りましたよ。いや素晴らしい、やりました。いやここ生かしてーなんで、このための熟成でしたからね。いやそうなんですよ、ここでゲーム数取っちゃえばマジで3000枚4000枚出る可能性ありますから。さあじゃあここはちょっと恥を忍んでパラシステムやらせていただきます。お、本物だ。レバーをテラの回転に合わせた方向で回していくっていうシステムです。え、どうしました、秀吉決戦だ。マジっすか。いや知らない知らないこんなの。おお、中継ヒット。やば、
初めて引いたんですけど、すごすぎる。エガちゃん